ーの、バトパの小話。ということで、私竹石あゆみと申します。カプコンのサウンドブースに参りました。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の方が戦国バサラバトルパーティー、略してバトパのプロデューサーをしている稲葉と言います。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい、そう、なんで私が今カプコンさんのサウンドルームにいるのかっていう話なんですけれども、実は私声優をやっております竹石あゆみですが、昔から一ユーザーとして戦国バサラシリーズが大好きなんですよ。で、バサラ祭りなどもプライベートで足を運ばせていただいているくらいなんですけれども、この度ですね、発表されましたスマホアプリの戦国バサラバトルパーティーをゲームマニアックスで紹介させていただくというご縁をいただきまして、はい、はい、それで今回もこうして伺わせていただいているんですけれども、ありがとうございます。はい、そちらの放送日が6月22日と29日なので、はい、ぜひぜひゲームマニアックスの方もチェックしていただきたいんですけれども、はい、そっちの取材はですね、時間も限られてますし、戦国バサラシリーズを全然知らない人向けのインタビューを実はさせていただいたので、はい、なのでここではですね、そこで聞けないような裏話とかもう根掘り葉掘りですね、話せる機会をばということでちょっとお時間いただきましたので、はい、ね、はい、皆さんもきっとそのぐいぐいと掘り進んだ情報を聞きたい方もたくさんいらっしゃると思うので、掘り進められるかがちょっと難しいですけどね。はい、ということで今日はですね、質問状を持ってお邪魔しております。質問状まで持ってきたんですか。はい、頼もうということで、はい、はい、というそんな感じのゆるい雰囲気なんですけれども、バトパの情報をお送りするのがこのミニラジオです。なんといってもゲーム化何年ぶりですか。約3年ぶりぐらいですかね。2016年に、真田幸村店が発売されて、はい、もうそんなに経ちますか。はい、そうですね、はい、はい、ということで今日ですね、時間の許す限り稲葉 P にやっていこうと思います。ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。せっかくなので、最後まで聞いてくれた人にはささやかですがプレゼントも用意してますので、お、はい、プレゼント、プレゼントです。豪華プレゼントです。何でしょう。それは最後に告知しますのでお楽しみにしてください。はい、チェックしてください。では、では早速始めていきましょうか。じゃあ稲葉さんも一緒に行きましょう。せーの、バトパの小話。で早速なんですけれども、はい、稲葉 P、 まずはゲームのご紹介していただけますか。はい、今回のバトパですけれども、はい、これまでの CS の小島の、はい、戦国バサラと違ってアクションゲームではなくて武将の育成であったりチームを組んでバトルするっていうところが、メインのゲームシステムになってます。新しいですよね。バサラといえばもうたくさんの複数の兵士たちをバッサバッサと爽快になぎ倒すみたいなイメージでしたけれども、はい、うん、ね、また全然変わったシステム。変わってますね。ただスマホアプリなので、うんうん、これまでのこう難しい操作ではなくて簡単に遊べるってところを目指していて、その元々のコンシューマーのバサラが持ってる敵をなぎ倒す爽快感っていうのが簡単に楽しめるようなそういうゲーム性になってますね。どうして今回そのコンシューマーのゲームからスマホという新しい端末で新作を出そうと、はい、そうですね、多分竹石さん もうスマホアプリ遊んでると思うんですけど、うん、今ってもうみんながスマホでゲーム遊んでいる時代で、はい、やっぱりそういったたくさんの方が遊んでくれてるスマホっていうところでまたさらに戦国バサラのゲームをたくさんの人に遊んでもらいたいなっていうところで今回はアプリを開発しました。そうなんですね。だって最近電車とかに乗っても結構ね、うん、中 で、 ですね、ゲームされてる方多いじゃないですか。そうですね、昔はやっぱりゲーム機が必要だったりとかしたと思うんですけど、やっぱり今結構スマホ持ってる人は多くて、うん、本当に10代からもう上は何十代まで分かんないですけど、うん、はい、たくさんの方が持っているのでそういった幅広い、老若男女、うん、全ての方に遊んでいただけるような
そういうゲームにしていきたいなと思って、はい、そうですね、家の外でも武将と戯れられるってすごい素敵ですね。そうですね。で、今回の事前登録のビジュアル見せていただいたんですけれども、はい、ちょっとすごいことが起こってますよね。そうですね、あのスマホ持っちゃってますよね、武将が。戦国なのにっていうやつですよねあれ2人とも手袋してるんですけど、スマホ使えるんですか？はい、多分使えるんじゃないですかね、まあ、政宗に関して言えばね、うん、刀片手で3本持つぐらい、3本持ちながらスマホも持って多分扱えるんだと思います。新たなる武器を手に入れたという、いやー、これどういう経緯であのイラストに、ね、あれも書き下ろしなんですよね。 あれは書き下ろしで作りましたね、うん、あのやっぱりあのタイトル発表するときにやっぱり、まあ、スマホで戦国ハサラが出るっていうのすごい分かりやすく訴えるにはどうすればいいかなって考えたんですけど、うんうん、やっぱり一番分かりやすいのは、ね、あの戦国ハサラの主人公である政宗と雪村にそれこそスマホで遊んでいるっていう、まあ、スマホを持っているっていうところを見せた方が分かりやすいかなっていうので、うん、特別に書き下ろして、はい、でなんかこの間もアニメーションで学園バサラっていう、ね、そのイフストーリー的な戦国時代を超えた展開がありましたけど、はい、そういうその現代の危機と武将のコラボっていうのもバサラの醍醐味だななんて、そうですね、思いました、はい、そこはバサラらしくっていう形で、はい、うん、作らせてもらいました。でもう一つすごい聞きたいことがあるんですけれども、はい、戦国バサラバトルパーティーバトパーは時代背景、ね、さっきスマホのイラストなんかありましたけれども、はい、時代背景のこのバトパー自体の設定とかは今回はどんなものになっているんですか？そうですね、これまで その武将たちの持ってる性格とかキャラ性っていうのは全く変えず、うん、で今回のゲームってこれまでのコンシューマーと違って自分が武将を操作して、まあ、政宗だったら政宗になりきってというか、うん、政宗をプレイして政宗の、ストーリーを進めていくっていうのがコンシューマーだったと思うんですけど、そうですね、今回は自分自身が国主になって、うん、武将を集めてで舞台を作るっていうゲーム性になってます。あ、じゃあ、はい、武将たちより一個上の存在として自分がゲーム内に、はい、いるという設定、はい、そうです。で国主となって、まあ、天下統一を目指すっていう形になっているんですけど、うん、まあ、その中で、各武将たちがどんどん登場してきて、はい、ストーリーに絡んでくるっていうところで、まあ、オリジナルの今回のバトパーならではの世界観でのストーリーを作っている、うんうん、じゃあ関ヶ原の戦い目指してとかじゃなく、はい、もう本当にオリジナル。そうですね、はい、自分が国主となって天下統一を目指す中で例えば織田信長が出てきたりとか、はい、それとも秀吉軍が出てきたりとか、そういう形で、ただまあそれぞれ その軍勢に関しては織田軍は織田軍のこれまでの戦国バサラのシリーズの設定を引き継いでたりするので、まあ、織田の下には光秀がいてとか、うん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 、今回で言うと濃姫や蘭丸もいてとか、そういう、そんな初代のキャラクターまで、はい、キャラクター武将まで出てくるんですね、はい、ちょっとサービス開始と同時に遊べる武将、はい、の数とか聞きたいんですけれども、ね、今リリースされているもので何武将 いるんですか？はい、今自分自身が使えるプレイキャラとして発表した12キャラですね。12キャラ。ただ公開されている PV とかを見ると分かるんですけど、はい、結構今回いろんな武将、まうん、シリーズ歴代の武将を登場させてまして、そうですよね、はい、PV の中で一瞬デンってフィードされる、はい、そうなん、多分あそこ見ると、はい、あ、この武将もいるこの武将もいるって感じになるかなと思うんですけど、うんうんうん、懐かしいところだと本当イツキとかザビーとかも、はいはい、ザビー結構久しぶりに、はい、お、私ちょっと竹中半兵衛大好きなんですけれども、半兵衛もプレイアブルキャラクターとして使えるんですか？うん、言えないですね。あ、言えない多分リリースされた時にはあ、これだけ使えるんだっていうのが分かるかなと思います。そこに竹中半兵衛が入ってるかどうかはお楽しみに、ま、お楽しみにということで、ね、さっき雑談でちらっとお伺いしたんですけども、はい、今回のバトルパーティー、はい、戦国バサラバトルパーティーというタイトルなんですけれども、はい、パーティーじゃなくてパーリーではなくてパーティーなんですよね。そうです、そうなんです。PV の方だと、うん、伊達政宗がバサラを発動してるときはちゃんとパーリーって言ってるんですけど、はい、
最後のタイトル読む時だけバトルパーティー戦国バサラで言うとやっぱり正宗のレッツパーリーってすごい印象的なセリフだと思いますけど、そうですよね。はい。まあ、今回スマホで、幅広い方に遊んでもらいたいっていうふうに考えた時に、パーリーだと、まあ、バサラファンはすぐ分かると思うんですけど、まあ、バサラにそこまで触れたことない方からするとやっぱりパーティーっていう一般的な名称の方がいいのかなと思いまして、今回はバトルパーティーと名付けさせていただいております。なるほど。いや、伊達政宗もパーティーってちゃんと言えるんだな。そうですね、あの収録の時に中井さんからリーじゃなくていいですかっていう、あ、ご本人からも、はい、すいませんパーティーでお願いしますって伝えました。いや、ある意味ファンとしては、はい、政宗がパーティーってちゃんと言ったっていうところが、そうですね、衝撃、結構珍しいですよね。ですよね。あとですね、あの、私もさっきちょっとだけバトパ触らせていただいたんですけれども、はい、あの、やっぱり武将がイラストも今回 2D のものと 3D のものが出てくるじゃないですか、はい、どっちも素敵ですよね。刀身が小さい武将、はいはい、3D モデルの方ですね、はいはい、すごい魅力的だなと思ったんですけれども、あれはどうして刀身を低くしたんですか今回は。この間コンシューマーのゲームですとテレビ画面でプレイすることが多いと思うんですけど、はい、今回スマホって画面小さくなるじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱり刀身高くすると顔がちっちゃくて、あ、せっかくのイケメンが見えなくなっちゃうっていうことですか。なっちゃうし、あの、画面が小さいとやっぱりキャラクターが細く見えたりとか、あと動きがやっぱり大げさに見せられなかったりとかするので、やっぱりキャラクターらしさっていうところをこのスマホの画面で見せるにはどうしようかっていうところで、これまでの、まあ、本当に人型の八頭身とかそういう頭身からスマホ画面に合わせて今回の頭身に作り変えたっていう形です。そうなんですね。そうですよ、横持ちだからさらに、はい、低くなっちゃいますね。で、結構こだわったのが頭身低くしすぎちゃうと、うん、逆にあのバサラでいう派手なアクションが表現できなくなっちゃって、頭身低くするとやっぱり手が短くなったりとか足が短くなったりとかして、バサラでいう例えば政宗が刀を振るモーションがピョコピョコみたいな感じになって、やっぱり政宗らしさが出てこないっていう風になっちゃうので、キャラが魅力的に見えて、かつこれまでのバサラのモーション、まあ動きを再現できるのはどこかなっていうところで今の頭身にしてるってところあります。何頭身ぐらいですかあれ。今5頭身ぐらいですね、はい、3頭身よりは高くしてっていう、はい、3頭身だとやっぱりかっこよさよりもちょっと可愛らしさが出てきちゃうかなっていうところもあって、やっぱりバサラのかっこいいアクションっていうところを見せたいなっていうので今の頭身にしました。確かにバサラ技迫力満点でした。そうですね、結構あの、うん、コンシューマーのモーションを参考に作ってるところもあるので、実際の今週のゲーム遊んだ方は あの技だって感じで感じ取ってくれるんじゃないかなと思ってます。ここまでいろいろお話ねほりはほり伺わせていただいて、はい、だいぶバトパのことについて深く知れてきた気がするんですけれども、ここからはですねゲームの中身とちょっと離れるところではあるんですけれども、今回 バトパの制作において一番チャレンジした点、また苦労した点など、プロデューサーさん視点からお伺いしたいなと思っておりますが、はい、そうですね、今回、はい、このバトパでオリジナリティ出しているところで言うと、はい、出雲の奥にっていう新しいキャラクターを登場させたってところかなと思って、うん、はい、チュートリアルの時から出てきて、はい、可愛いですよね。これはどういうセレクトで出雲の奥にという。そうですね、今回あの自分自身が国主になって戦国バサラの世界観でこう戦に出てっていう設定になってるんですけど、はい、やっぱり何もサポートがないといきなりこうバサラの世界に飛び込んでもやっぱり何もわからないと思うので、やっぱりプレイヤーに、まあ、国主プレイヤーに寄り添ったキャラクターがいないとやっぱりあのこのストーリーを進行させるのは難しいんじゃないかなと思って、まあ、このバトパのゲームの案内人っていう形でキャラクターを作りたいっていうところで、まあ、出雲の奥にっていう、
ね、女性キャラがナビゲートしてくれるっていうことで、すごい親近感を個人的にも、はい、ありがとうございました。あの武将ではなくて出雲の国って、はい、歌舞伎を作ったってところで結構全国各地を回ってたっていう事実もあるので、なのでそういう事実に基づいて、そうです、そうです、なのであのプレイヤーがいろんな場所に行っても結構諸国の事情に詳しくて、うん、知っててもおかしくないみたいなところを設定として作りたいなっていうのもあって、出雲の国っていう、はい、キャラクターを選択した。ぴったりピースのハマる歴史上の人物からちゃんと歴史とも深く関わりを持ちつつ新作に登場ということで、はい、ありがとうございます。ということでここまでお話伺ってきましたが、稲葉 P、はい、今日は初回なのにこんなにボリューミーにいろいろ教えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。でこのリリースまでにもう1回くらい根掘り葉掘りお話伺えればいいなと思ってるんですけれども、はい、で今回は特に私が気になってるのもあってキャラクターによった話が大半になってしまったんですけれども、はい、次はどういう運営サイクルかとか、どんなアップデートが入っているのかとか、もっとですねみんなが気になっているであろうゲーム、そのゲーム本編の育成や武将の入手方法だったりについても伺っていきたいと思ってますので、はい、またお願いします。そうですね、うん、多分ゲームの内容はこれからプレイしてくれるファンの方だったりも気にしてると思うので、はい、言える範囲で答えていきたいなと思います言える範囲ギリギリちょっと越したぐらいのところの情報を、ね、引き出せる、はい、じゃあ頑張ります。お願いします。はい、ということで配信までもう間もなくということだったので、次もしやるときは配信日が決まって皆さんにお伝えしている状態というときになりそうですよね。そうですね、配信日を早くお伝えできるように、うん、まあ、開発も頑張ってますので、うん、はい、ね、一番佳境な時期かとは思うんですけれども、ね、はい、期待して待ってます。はい、頑張ります。はい、あ、そういえば稲葉 P、はい、冒頭で言ってたラジオのプレゼントについては何だったんですか。はい、いやいや忘れてないですよ。はい、今日ですねこのバトパの小話を聞いてくださってる方に全国朝らバトルパーティーのオリジナルステッカーを10名様に、おお、そして今回このバトパの小話で話題に上がった武将、はい、うん、誰ですかね。バトパ、あ、今回の武将、はい、今回このラジオで話題に上がった武将、え、私がぐいぐい押した竹中半兵衛、はいはい、兵衛、はい、とかいかがでしょう。そうですね、竹中半兵衛、うん、他にやっぱりレッツパーリー、レッツパーリーの話があった伊達政宗、伊達政宗、はい、あとはまあザビーですかね。ザビー、はい、ザビー確かにあの話題には上がってきましたが、この3名の武将の何ですか。はい、この3名の武将を演じていただいている声優さんのサイン色紙をそれぞれ1名にプレゼントしたいなと、うん、豪華っていうか竹中半兵衛が入っているということはやっぱり音声収録をされたということで出演確定ということですね。出演は、はい、出演はしますよ。出演はしますが、はい、プレイヤブルかというところはまだ、はい、交互期待というところです。ステッカーもこれオリジナルということで、これはどうすればゲットできるんでしょうか。はい、このミニラジオバトパの小話のツイートをリツイートするか、このラジオの感想もしくは戦国バサラ運営チームへの応援メッセージをリプライしてください。はい、あ、じゃあツイッターで応募ができるんですね。そうですね、はい、で当選した方のみへの連絡で恐縮なんですが、ダイレクトメッセージで当選メッセージを送らせていただきますのでご了承ください。はい、皆さんこれ本当にプレミアムなものがゲットできちゃう機会なので、お忘れなく RT もしくはリプライをお願いいたします。はい、ぜひ次回には、そうですね、次回も
いろいろとお話できるといいなと思ってます、うんうん、これ以上は内緒ですって何回言わせられるかそうですね、という仕分けを目指してインタビューしていきたいと思います、はいはい、お願いします。さて、じゃあそろそろ別れの時間ということで、皆さんもしお会いできれば配信前にもう一度お会いできるのを楽しみにしております。せーの、バイバイ。